若手できました。そう、夏の風物詩線香花火でございます。地味ですいません、地味ですいません。いや、ちょっとでもここからね、だんだん形変わりますから。はい、もちろんバルーンアートですから形変わりますよ。組み合わせていきます。次はね、誰もがわかるそんな作品をね、作っていきたいと思いますんでね。よいしょ。その出来上がる過程の方も一緒にお楽しみください。ようこそいらっしゃいました。まだショーの本編始まってないので、よかったらあの前の方の席で聞いてください。塔の上の皆さん、まだ間に合いますよ。こちら降りて一緒に楽しんでくださいね。お待ちしております。